よーい、スタート。監督の太田です。今、2021年10月、日本ではっていうの変だな、日本でしかこれ見れないんですけれども、衆議院選挙が告知されて今月末に投票があります。で、僕のよく知っている俳優、元俳優の、山本太郎さんも、立候補しています。で、毎回応援してるんですけれども、と言いますのは、前にも話しましたけど、この朝日の当たる家という映画、原発事故の悲劇を描いた映画なんですけど、僕の3作目で、これに太郎さん出てもらったので、それ以来、まあ、彼をずっと選挙出るために応援して、で、もう撮影に行って、で、彼のスピーチ、街頭演説を撮影して、それをこう、YouTube なんかに配信してより多くの人に見てもらえるようにっていう形で、そういう形で応援してるんですけれども、なかなかね、やっぱり彼の大体ね、彼を批判する人って演説を聞いたことない人が多いんで、だから演説をもう本当にそれ聞いてもらえば、現場で聞いてもらうのが一番いいんですけど、それができなきゃ本当 YouTube でも何でも動画でも見てもらうともかなり考えが変わるし、あ、そういう人だったのかというね、どうしてもやっぱりタレント議員っていう昔からのイメージがある人とか、なんていうのかな、政治家らしくないみたいな、非常にこう古いこう発想で色眼鏡で見ている人とかいて、批判したり理解できなかったりする人がね、まだまだいると思うので、でそういうのをこう、僕も本人して一緒にね映画作った、その時の仲間なので、その時のこうそういう話をして、あ、彼がいかに真面目で本当にまっすぐで熱血感でっていうねところをね、伝えていけたらなと思うんですけれども、いろいろ考えるんですけれども、何言っても言葉でね、褒めて事実を伝えても、なかなかそれを聞いてきて、そうなの、本当にそうかなみたいな感じを受けると思うんですね。で、いろいろ考えてね、一番いい方法っていうかはね、まさにこの映画で、本当に僕はそのシナリオを書くときに、太郎さんだったらこう言いたいんじゃないのか、こう思ってるんじゃないのかっていうふうな想像して、彼の役をもう彼のために彼の宛て書きで書いたんですけど、で、後にそれを読んでくれた、あるインタビューで、僕が思っていることがそこに全て書かれてあったって言ってくれて、だから、あ、やっぱりそうだったんだ、そういう思いだったんだなっていう。ですから、この映画見てもらったら、太郎さんは孝太郎っていう、光るって書いて太郎っていう役なんで、孝太郎っていうお好み焼きは沖縄でやってるお兄ちゃんの役なんですけれども、見てもらうと、山本太郎って人がね、よくわかると思うんですよ。だから演じてるんだけど本人なんですよね、そこ の彼の役は。なんでね、そこだけちょっとね切り出して、そのあるワンシーン、その、原発事故があった地区で住んでいる自分のメイですね、メイってネフュー、が、入院して、原発事故の入院したの心配で沖縄に住んでるおじさんである太郎さんが見舞いにやってきて、その女の子、中学生の女の子を見舞うっていうシーンなんですけど、で、それをね、この後にそこの場面だけお見せします。で、映画は、この映画の方は、もうね、今ツタヤはどんどん潰れてるし、もう、ね、2013年の映画なんで長くやっぱ置いてくれないので、 あるとこもありますよ。で、ツタヤ自身がもうどんどんなくなってるので、今ね、宅配ゲオっていう、宅配で届けてくれるなら、それだと100円とか50円で見られるので、それでもし全編ご覧になりたい方あれば、ぜひご覧ください。で、ちょっと2年ぐらい前ではネットフリックスでも実はね、流して配信半年ぐらいしてくれてたんですよね。でも、それもなんていうかな、終了してしまったので、で、今もうゲオだけなんですけれども、それをちょっとこのチャンネルで紹介します。もうそれを見てもらうのはね、一番ね、これが山本太郎なんだっていうね。で、実はこのチャンネル別にね、それ作って、山本太郎ってどんな人っていう、そういう短い動画でそのシーンを流したのをやったんですけど、それの再生率がすごくて、何千って言ってね、今もありますけれども、これをちょっと毎日配信してる、こちらの私の映画部屋。だからタイトルね、太田監督太田の、私の映画部屋のこのチャンネルでも、一度紹介してみようかなと。
思っていつもね見てもらってる方々いらっしゃいますか、本当にありがとうございます、はい、その方々にちょっとそのシーンを紹介したいと思って、今日は短いですけど僕はここまでです。この後太郎さんのその、朝日のあたるへの一場面を、お見せします、一応ちょっとギリとしてカチンコ入れておきますね。ではこの後朝日のあたりへ山本太郎登場シーンをご覧ください。よろしく。してもらってもいいかな。まい久しぶりやな。もたろおじちゃん入院したって聞いたからお前飛んできてんぞ。エサ入院だからすぐ帰れるって。まあいいやそれ、お前飛んできて損したな俺あ、それ沖縄のお土産があんねん。見たことないんちゃうかな、これ沖縄のやつ。はい。こっちでも売ってるとか言うなよ。お好み焼きもまた作ってくれる？当たり前やろ。あ、ダメだ。なんで？お好み焼きのプレート家に置いてきちゃった。大丈夫や、フライパンあったらどこでも作れるわそんな。へえ。あんな俺プロやで。小太郎おじちゃん。うん。私いつまで生きられるんだろう。チェルノブイリで原発事故の後、子供が鼻血出して、その後病気になっていっぱい死んだんだって。何を言うてんねん。30歳になる前に死んじゃうんだよね。そんなことない、そんなことない。お前チェルノブイリで言うたって、お前外国の話やないか。大丈夫や、日本はまだ間に合う。今やったら間に合うねん。前は死なへん。俺が死なすかそんなもん。舞が中学卒業して高校入学して彼氏できて振られて大学入学して、しかもギリギリで入学できんねんけどな卒業して就職してまた彼氏できて、で俺にも紹介してくれてな。しゃあないなー言うて俺も OK 出して、二人は結婚して、結婚式の司会俺やからな。お父さんなんか結婚式で歌歌いながら泣いたりしてな。しばらくして赤ちゃんできて、俺が名付け親になるから分かってんのか。まだまだ続くぞ。その後に俺が死んで、俺が先に死ぬねんからな。沖縄でマムシに噛まれて死ぬわ多分。痛そうやな。葬式に舞が出てくれて、俺のために。泣いてくれるんや、声上げて。でも前はまだまだ生き続けんねん。おばあちゃんになってもずっとずっと生き続けんねん。
でみんなに伝えてくれなあかんわ。長生きしろやって、親より先死ぬなよって。長生きすんのは何よりも親孝行やねん。孝太郎おじいちゃんいう人がそうやって教えてくれたんやって。お前みんなに伝えなあかんねんぞ。